はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、グッズご紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのはこちら。はい、プチプチに包まれて届きました。まあこれがね、なんぞやっていうことなんですけれども、以前ね動画でご紹介しましたプレミアムバンダイでねやりましたガチャガチャ、そちらのね呪術廻戦、それがね今日届きました。いや、ずいぶん間が空いたけどね。はい、はい、こんな感じでね、はい、呪術廻戦アソートコレクション、はい、まあこれはパンダなんですけど、はい、ちょっと一回開けてみましょう。こういった缶バッジですね、はい、ホログラムが入ってるキラキラしてる缶バッジ、大きさはね、大きさは56mm、うん、56mm サイズのやつかな。はい、で中にはねこういうミニブックが入ってます。はい、全20種、はい、でホログラム缶バッジが全14種、はい、でアクリルスタンドが全6種というアソートコレクションなんですけれども、これがね1回結構高いんですよ。1回700円とかだったかな。それをね10回回したのかな、はい、でその結果がこのパンダと、パンダと、はい、繊維巻きと、全員巻きと、釘先のバラと、マヒトと、ゲトウと、両面スクナ、もう8回がね缶バッジ、はい、で2回、残りの2回が、はい、五条悟のアクリルスタンドで、もう1個が五条悟のアクリルさんのアクリル、一番の狙いだったらね五条悟のアクリルスタンドが2個出ましたね。はい、これは嬉しかった、うん、ということでね、まあ開封も何もないんだけどね、うん、ただこの五条先生のアクリルスタンドだけ開封して組み立てちゃいたいと思います。はい、パーツは2分割ですね、台座と本体、はい、はい、組み立て終わりました。いや、かっけー、このイラストの五条先生がめっちゃかっこいいんだよね。うん、このイラストはすっげーかっけー。はい、でもね、あの思ったより小さかったね。もうちょっと大きいかなと思ったんですけれども、うん、意外に小さかった。はい、いやー、かっこいいわ。はい、という感じなんですけれどもね、今回は、ほんと短いんですけれども、まああとね、もう一つの自分のコズの趣味部屋ホビー総合チャンネルの方ではね、新たにこちらのガンダムコンバージ10周年ユニバーサルセンチュリーセット、はい、こちらとね、はい、食玩ケース、はい、これをね購入して同時に届いたんでね、紹介していきたいと思います。ですのでこのチャンネルはね、ジャンプのグッズの紹介チャンネルなんで、概要欄のねコズの趣味部屋ホビー総合チャンネル、そちらの方でね
飛んでいただいて見ていただければなと思います。その際にね、ぜひチャンネル登録していただければなと思います。はい、今回の呪術廻戦、はい、まあね、自分はネットでやったんですけどね、実店舗でもやってんのかな、これは。わからないんですけどね。ということで、今回はこれにて終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。